車両は車輪のついた乗り物。乗り物のうち車輪がついていて陸上を走るもの、陸上を走るためのもの、目的や車輪の数などによって分類されている。目的による分類から説明すると鉄道を走行するための車両は鉄道車両と分類される。鉄道車両には機関車や客車や貨車などがある。そのうち機関車は 動力の種類によって、蒸気機関車、機動車、電車などに分類されている。道路を走るための車両には、自転車、原動機付き自転車、自動二輪車、自動車などがある。とされている。なお、同胞における、車両等とは、蒸気の車両の他に、路面電車を含む。自転車は、軽車両に分類されている。もっぱら建設の用途に用いる車両や、 建設機械の内車輪を備えたものを建設車両という。ダンプカー、ロードローラー、ブルドーザー、ショベルカー、ホイールローダーなど非常に多岐に及ぶ。軍事用の車両は軍用車両と分類されている。戦車や装甲車、自走砲などをはじめとして多岐に及ぶ。工場構内、倉庫、配送センター、駅、港湾埠頭。 空港等などで使用される200運搬用の車両は産業車両と分類されている。例えばフォークリフト、構内運搬車、構内牽引車、ストラドルキャリアなどがあり、近年では無人搬送車システムもある。空港のものとしては旅客機を所定位置まで牽引するトーイングトラクターや旅客機の貨物室の荷物の積み下ろしを行う目的の X 字構造リフトを備えたハイリフトローダー、ベルトコンベア式に荷物の積み下ろしを行うベルトローダー、荷物を運ぶタグ車などが産業車両である。また、築地市場で走り回っているターレットトラックも産業車両に当たる。農業用の車輪付けの乗り物については、農業用車両ということも稀にあるものの、 大抵は作物を収穫するための機械装置や土壌を耕すための機械装置など大型の機械装置が物理的に車両の大部分を占めていてそちらこそが肝心な部分でむしろ農業機械と分類しそのカテゴリや概念枠で一本化して扱うことが学問的にも農業の現場でも一般的である一応ここで農業用の車両を挙げておくとトラクター 幸運機、バインダー、トウモロコシ収穫機、バレーショ収穫機、ビーンカッターなど非常に多岐に及ぶ。車両は車輪の数で分類されることもあり、二輪車、三輪車、四輪車などに分類される。また、無限軌道を備えていることが特徴の無限軌道車という分類もある。第一線、車両産業車両世の中では、 車両全般としては4輪であることがあまりに一般的なので、英語では4輪の車両をわざわざ4ウィーラーということはせず単にカーやビークルなどという。あえて4ウィーラーという場合、ATV のうちかつて主流だった3輪ではなく近年の4輪のものを指していることが多い。 h t t p s w w w m e, e r r a m w e b s t e r c o m スラッシュ d i c t i o n a r y s l a s h s i x w h e e l e r ありがとうございます。